グードルン・ポースワン・グードルン・パウゼバングはドイツの女流作家である。本名はグードルン・ビルケ。1928年にボヘミアのビヒシュタドルに生まれた。パウゼバングは東部ボヘミアで1928年に誕生した。6人後の中の長女であった。初等教育を終えた後、女子中等学校に通った。父親は彼女が15歳の時。 第二次世界大戦中に亡くなった。17歳の時に大戦が終了するや、彼女は家族と共に西ドイツに逃亡した。パウゼバングはヘッセン州のビースバーデンにあって勉学を続け、1948年にアビトア資格を得た。教育学を学び、教職に就いた。1956年以降、チリのドイツ学校で教鞭を取り、さらに5年後には、 ベネズエラにおいても教えた。彼女は7年間、南アメリカで暮らし、この期間にアマゾンガー流域地帯、フエゴ島、ペルー、ボリビア、コロンビア、メキシコ、そして北アメリカに旅行した。1963年にドイツに帰国し、小学校で教える傍ら、ドイツの言語と文明についての研究を再開した。5年後、彼女は夫であるペーテルビルケと共に、 コロンビアに出かけた。最終的にパウゼバングは1972年に2歳になる息子と共にドイツに帰国した。それ以降、彼女はヘッセン州のシュリッツに住居を定めた。シュリッツは彼女の作品、見えない雲や最後の子供たちの話の舞台となっている。定年退職するまで教師としてこの地で働いた。パウゼバングの初期の作品は、 とりわけ逃亡をめぐる小説であった。後年、彼女は、例えば核の脅威などの社会的な話題に関わった。ラテンアメリカにあって意識するようになった第三世界の問題に関心を抱いた。さらに、平和と環境保護の運動に関与した。今日、最も議論の対象となっている彼女の作品のいくつかにおいて、パウゼバングは、社会のエコシードについて語り、 また核エネルギーがもたらす危険性を国家社会主義と比較している。1989年に教職を退職。パウゼバングは全部で86冊の本を表し、平和や環境保護をめぐる主題を多く扱っているが、1980年代の平和主義者やエコロジストの領域で執筆された作品は、これらの運動の時代精神の特徴を備えており、 今日では、しばしば、イデオロギー的であると考えられている。3冊の本、ダイノット・デア・ファミリー・エ・カルデラ、イッヒ・ハベ・ハンガー・イッヒ・ハベ・ダースと、見えない雲は、非常に大きな成功を収めた。彼女の作品、見えない雲は、チルノブイリ原子力発電所事故の20年後、2006年に映画化された。ありがとうございます。